今回はエアを使った簡単な春ネイルを作っていきます。使う道具はこんな感じです。まずベースを塗って下準備をしてある状態なので、カラーから塗っていきます。今回はマットの白と、白ラメを使っていきます。まずマットの白を一層塗っていきます。これで一層塗ってある状態ですが、少しムラが気になりますが、この上にラメを塗っていくのでムラでも問題ないです。でこの上に、エアを吹いていくので、ちょっとラメの上だとトゲトゲしているので、クリアジェルを一層かぶせます。で未硬化ジェルを拭き取って、エアを吹いていくところにサンディングしていきます。こんな感じでサンディングします。で、エアを吹いていくんですが、その前に、お花のアートを作っていきます。マットの白を使います。大きめのお花を描いていくので、バランスよく花びらを白で描きます。こんな感じのバランスで花びらを描きます。で、硬化します。親指も同じように描きます。Thank you.
硬化します。さっきの白ラメの指に、根元から逆グラデーションで拭いていきます。こんな感じで拭きます。でお鼻の指も真ん中に向けてピンクの色付けをしていきます。こんな感じでちょっと濃いめに拭きます。次に白でピンクの逆グラデーションの指にさらに根元に逆グラデーションをつけていきます。こんな感じでつけます。で中指はストーンを乗せていくのでこの指にはやりません。とお鼻の指にブルーも入れ込みます。はい、こんな感じで拭きます。次に固めのマットの白でお鼻の真ん中の点々を描いていきます。こういったドット棒を使うといいです。はい、こんな感じにちょっとランダムに描くといいです。こんな感じです。で今回クリアの上にお花を描いたので、隙間が、あるんですけれども、これでも十分可愛いんですが、この隙間に、ラメラインをこう流れるように入れていただいたりするのも可愛いと思います。今回は、間に少しドットをランダムに入れていきたいと思います。
こんな感じです。で最後、トップコートで仕上げていきます。拭き取ります。軽く形を整えます。こんな感じです。最後ツヤ出しを塗ります。中指はストーンを入れていくので中指以外塗ります。今回は、中指も後付けでストーンを乗せていくのですいません、ここもツヤ出し塗ってしまいます。ツヤ出し塗り、ツヤ出しじゃない、ごめんなさい、パーツをつけていきます。はい、ちょっと大きめのパールを使っていきます。クリアパウダーでのせていきます。こんな感じで入れると華やかになります。で
最後に、パールの部分にも艶出しでコーティングします。これで完成です。で今回はエアーといっても、お花はジェルでアートをして、お花の中心にエアーで、カラーを吹くというような感じで、自分でも簡単に吹けるデザインになるので、簡単だけど結構凝ったデザインに見えるというのがポイントです。